マジマジ？マジか。めっちゃちっちゃいから。めっちゃすごい。パンダって。え、かわいい。できたね。ご飯の上に行ったご飯で思い出しました。最初は現在、97匹を超えまして、58匹を満たしています。めっちゃかわいいよ。5キロ加減と17キロを超えるまでに成長しております。ここまで大きく成長できたのもお母さんラウキンのおかげです。やだやだ。この後の登場にお母さんお母さんラウキンやってまいりますが、ユイキンは毎日お母さんからミルクをもらっております。現在お母さんから1日に1回から2回ミルクをもらっておりますので、皆様も運が良ければこの公開中ラウキンからミルクをもらうユイキンの可愛らしい姿がご覧いただけるかと思います。最近はユイキン、ミルクだけではなくてリンゴやタケノコなども食べるようになってきました。今も竹を食べておりますが、ただ竹は食べることはできません。竹を食べれるようになるのは大体2回くらいなので、今ユイキンの中にはまだ乳歯が生えておりまして、最近永久歯がだんだん生え揃ってきているところです。この永久歯奥歯などがしっかりと生えてきた1歳を過ぎてくるところに竹を食べれるようになっていきます。今は竹をおもちゃにしたり、お母さんの真似をして竹を食べる練習をしているようなところです。大人も食べているリンゴやニンジンも最近口に含むようになってきましたが、まだしっかりと食べれているというわけではありません。これからだんだんと味を覚えて食べれるようになっていきます。それでは私からもお話ししていきましたが、皆様から何かご質問があれば私からお答えいたします。何か聞いてみたいことがあるお客様いらっしゃいましたら、ぜひ大きく手を挙げてお知らせください。こちらにもスタッフがありますので、お伺いしていきます。何か赤ちゃんやってますので、赤、赤の時には久しぶりの大会ですので、この大会を喜ぶかのようにすぐに見られやって遊んでおります。本当に持ってるんだね。自由時間、授乳量が少し足りないなという時には、夜でもお母さんの元に並んでミルクを飲ませたいということもしております。ですので、この後お母さんラウキンでやってまいりましたら、仲良く過ごす後の姿がご覧いただけるかと思います。